三氏は、日本の士族。以下の二つの流れがある。原生三氏清は源氏外、源氏の一族。平成生三氏寒武兵士、暴走兵士の一族。海源氏は、第1五年に、源の乗木を、清光が、日立国より海国一川層に配慮され、改革地に土着した一族。清光は、寒巻の発達していた。 現在の北都市域の見郷へ進出し、清光の長子校長が見清を称する。平安時代末期、三長は一時的に海、源氏の総領であったと考えられているが、海源氏は現在の庭崎市域によった弟信義が始祖となった、武田氏が主流となり、武田氏は海源氏一族を率いて、源頼朝の挙兵に参加し、自称、樹衛の乱において活躍する。 尊辟文脈には直系子孫の系図が見られるが、あず鏡などの記録には、三長はじめ一族の動向は見られない。鎌倉時代には、東鏡まか権3年5月6日上によれば、同年5月の和田合戦において、いつみ五郎、二郎、太郎らが和田義盛方に属して討ち死にしたという。なお、和田合戦では、海鶴軍の古軍士も吉森方に属して戦っている。 また、上級平乱期によれば、上級三年の上級の乱では、偏見の入団が、東山道軍に属して上落している。尊卑文脈によれば、三つ長の孫にあたるこれよしとその子息、吉重も上級の乱に従軍し、これよしは、摂津国三条院を与えられ、吉重は、美の国奥技とを与えられたという。これよしは、泉国主語となっており、吉重の子孫は、 大桑市を称した。いつ市の直系子孫は、摂津や美濃など、西国の他若狭国、和佐国など、武田氏が守護職を得た諸国へ移り、悲観化したと考えられており、一部の所留子孫が買いに、残留していたと考えられている。三永長の系統とは別に、東鏡原略2年6月5日上によれば、平宗盛の家人である、源規定の子、 宗紀が三長の勇士となり、三氏を称したという。安山鏡によれば、宗紀は、宗長と解明し、兼任三年に、喜喜吉和の変に際して、大江広元の従者として、名が見られるが、その後の動向は不明。また、一本、武田啓図によれば、武田信義の四男、勇義も、一時期き三氏を称し、浅羽根本、武田啓図によれば、三長の弟、 安田義貞の子、貞長も、見聖を称したという。遊儀の子孫は、吉田氏や小松氏、万溜氏を称したという。南北朝時代には、秋国守護である、武田信武、死神に従い、軍中城を与えられている、見夕朝が見られるほか、武蔵野合戦に参加している者もいる。木の国には、昌平年間に、日高軍、八田城を治めた豪族もいた。 室町時代の開国では、欧米23年に、鎌倉公方の足利持氏に対し前、関東官領の上杉全州が挙兵した、上杉全州の乱において、守護、武田の分蜜が、全州方に加担して滅亡し、守護不在状態となる。これにより外では、国人衆が台頭し、遊儀系の子孫と言われる、逸見有事家は、室町幕府と対抗する、足利持氏の支援を受け、 ユージカは、回収後の座を幕府に要求した。これに対して、室町幕府では、将軍、足利義持が、高野山に陰性していた、武田の部元、ついで、武田の武を回収後として派遣した。戦国時代には、武田一族の今井氏が、逸見勢を称している。また、戦国時代の逸見一族としては、小弓久保、足利義明の家臣、逸見幸千や、 若狭武田氏の十代の家臣での地に独立し、また織田信長に下った、見正行などが知られる。また、見氏の一族として、甲斐、武田家重信のおぶとら正のおぶしや、安土桃山時代に活躍し、正行の没後にその医療の一部を継承した、溝野口秀勝がいる。江戸時代、見史郎疑念は、多摩三大流派の一つ高原一刀流を起こす。泉史郎疑念は、 会回、現時の泉家十九代目当主にあたる。千葉助常県の八男、常広が、泉氏を称したことに始まる。常広の子孫は、捜査党として発展した。泉氏は、泉姓の人物を示す言葉。常実の泉氏の末裔の一族も存在すると言われる。ありがとうございます。